サッカーの26年 W 杯アジア最終予選組み合わせ抽選が27日、マレーシアのクアラルンプールで行われた。8大会連続出場を目指す FIFA ランク17位の日本はオーストラリア、同23位、サウジアラビア、同56位、バーレーン、同81位、中国、同88位、インドネシア、同134位と同じ C 組になることが決定した。 オーストラリアとは5大会連続、サウジアラビアとは3大会連続の同組となる。抽選は世界ランキング上位から3チームずつ6つのポットに分けて行われ、FIFA フフランク17位でアジア最上位の日本は第1ポット。同ポットのイラン、同20位、韓国、同22位とは別組となった。日本は北朝鮮、シリア、ミャンマーと同組だった2次予選 B 組を敵地、 北朝鮮戦での不戦勝を含め6位草全勝で最終予選進出を決めた。全勝での突破は6年ドイツ大会、22年カタール大会に続き3度目。今回からアジアの本大会出場枠が4、5、8、5に増加。9月開幕の最終予選は18チームが3組に分かれホームアウェイで争われ、各組2位までが出場権を獲得。3、 4位の計6チームが2組に分かれてアジアプレイオフを戦い、各1位が W 杯出場を勝ち取り、2位同士のアジア9位決定戦を制したチームが大陸間プレイオフに進む。下向き黒三角26年 W 杯アジア最終予選組み合わせ。内は FIFA ランキング、日本から見た対戦成績。A 組、イラン、20、カタール、35、ウズベキスタン、62、 UAE 69キルギス101北朝鮮110 B 組韓国22イラク55ヨルダン68オマーン76パレスチナ95クウェート137 C 組日本17オーストラリア23 11勝9分け7敗サウジアラビア56 10勝1分け5敗。バーレーン81、9勝2敗。中国88、15勝8分け7敗。インドネシア134、11勝2分け6敗。